試合に行って、まあ久々の福岡、まあ九州レベルの試合、まあ高いレベルの試合を、まあほんとね、日曜だけ俺は行ったんやけど、まあね、これはちょっとね、あんまり言っちゃいけんのかもしれんけど、俺はちょっとね、動画にちょっと残しとこうと思います。まず、もうほんとね、アップが終わったくらいかな、アップが終わったくらいに、こんな光景を見ました。俺はね、普通にそのメインプールからサブプールに戻ってるとこに、もう明らかにコーチが若手コーチに対してぐわーなんか言ってる、もう明らかに怒られてるな。しかももう子供たち選手たちがいる前で、でなんか内容もはっきり言って、まあ、そんなもう人が通るとこでそんな大の大人が2人、1人がなんかしょぼーんとなって、1人がもうぐわーっとネチネチガガン言ってるよね。でなんか平等な指導性とか、まあ、その言ってる内容はさ、まあ、その俺はその当事者じゃないけどちょっと分からんんだけどっていう件が、あった。でもう一つは、もう普通にその試合会場が始まって、試合が始まって、もう普通にその県立総合はさ、スタンドが今回控えになってるわけで、多分そのレースが終わったのね。でその帰ってきて、まあ、コーチやら先生と喋るの時に、もう明らかに怒られてる、ね、もう遅かったか知らんし、なんかその失格し、だからもう失格したんか知らんし、もしかしたらなんか喧嘩とかして、その悪いことしたんかもしれない。もう俺ね、悪いことをなんかちょっとその他人に迷惑かけたり、他人に本当にその他人とかその何て言うの、競技をこう妨げるか何かされたら、指導者の人は俺は怒る、もう本当にその注意しないといけないことはあると思うんやけど、もうね、怒っちゃいけんがん、本当に。特にその同じ世代の人がおるとことか、できればね、そのパブリック、もう公衆の面前で、人を怒らないで、ください。それはもう本当にパワハラやし、もう本当にそれで、まあ、俺主体性やったり生産性やったり、まあ、自分で考える力やったり、もうね、水泳がもう楽しくなくなるけん。もう本当にね、その昭和の、指導、昭和の、その威圧するっていう指導で、今の子がついてくると思ったら大間違いだし、そうやってこう人に恥をかかすじゃないけど、そういうあの人怒られてるわって思わせないでくれんかね、本当ね。でそういうのはなんかやっぱね、まだ俺はこのスポーツの現場で見てしまったことに対して、もうなんかもう本当に 俺がなんかこう気分が悪い、もうそんなやり方をしてる人もおるんやなと思って、びっくりしました、もうね、ゾクッとした人直ちにやめてください。もうほんとね、
それ本当にハラスメントやし、できっとだ福岡でまだこういうことが起きてるってことは、うん、他の県でも起きてるやろうし、競泳ってね、俺そこまでなんか怒るようなこと、指導者が怒るようなことってねないと思うし、まあ、アンガーマネジメントしやすい、指導者がしやすいスポーツだと思うんやけど、それなんかもうバレーボールとか野球とかそういう何て言うの、対人競技とか格闘技とかに比べたらもう絶対、うん、ただもうこれだけ今本当マスコ直美さんが指導者が子供を怒っていけない大会の PR をしてもすごい広がってるやろうし、そのクラファンって知ってる ?300 万集まってない300万、うん、でもうそのまあまあ SNS で、まあ、大きく取り上げ、まあ、雑誌メディアにも取り上げられてるけど、理解した方がいいと思う。でこれも絶対に俺はした方がいいと思う。でね、じゃあなぜ、指導者が、まあ、こうやってこうすぐ怒ってしまうか、そしてそれがなぜ、福岡の、県立総合プールで起こうよくあったかっていうのをなんか俺すごくよく考えたね。で、じゃあこうしましょうっていう、なんか俺からのちょっとこう提言やったり、もう本当もう思い切ったことを今から言う。はい、まず一つ、ま、もう本当に一つの、ま、指導者が怒りやすくなっちゃう原因と、じゃあ指導者が怒ると多分そのタイムが遅いからもう待ってこないろってなる原因の一つ、会場が熱すぎる、うん、もうね絶対俺ね、あの県立総合の会場多分30度以上はあってないから、もう本当に喋れば汗かくし、マスクもしとかなきゃいけんし、もう外のがもしかしたら涼しかったかもしれんね。でも外も開けても30度やったし、ちょっとこう雨が降るか降らんかでジメジメしてたし、暑いんだって、うん、そりゃ選手も過ごしにくいし、そのもう暑いとやっぱだらけるし、水でも飲んどかんとパフォーマンスレベル下がるに決まってるよ、うん、で多分そういうの見てさ、そのっていうか、まあ俺は強く見たね。でっていうのも今までやっぱ桃園プールでしか試合に俺出てこなかったね。そこでやっぱさ、多分結構コーチングって俺うまくいくと思う。っていうのも、まあ、プールも綺麗やし、冷暖房効いとるし、もうすごいこう、なんていうの、海、プール内が明るいし、まあ、開けてグッジョブよね。新しいプールやし、電光掲示板もすごいいいし。かといって、県立総合、暑い、汚い、その暗い、それはイライラしやすいよ、うん、俺さ、もうコーチがもうへばってこ うずくまったり、もうずっとうちわやったり電動のクーラーとかでその青いち、まあまあまあぐったりしてたわ、ぐったりしてた、まあ、でも俺でもちょっとこれはやべえなと思うぐらい、ちょっとあれはきつかったね、うん、ということはジュニアの子やったり大学生でも多分コンディション合わすの結構難しいと思ったし、逆に俺、うんうんうん、ベスト出たらすごいと思う、あれ、あの環境でね、長かったしね試合ので、じゃあどうすれば気持ちよくなるかって言ったらさ、結局選手はさ、やっぱアップに行ったり、もう本当レースしてる時はやっぱ気持ちいいわけ。俺ね、それをコーチもたまにはやった方がいいと思う。
きっとね、もう恥ずかしくてそんなできんよ、うん、けど普段ほぼほぼ毎日さクラブチームの人はさ水着着て入ってる人が多いわけやろ、多いわけやろ。で高校の先生もさお水泳の授業あるやろ、うん、別に俺パッと暑かったらパッと着替えてちょっと水に入るとか、シャワー浴びるとか、まあ、それはもう年齢も年齢だけど子供の前でこう裸になれないとかある理由はまあ大きいと思うけど、まあ、暑いんやけん水に入って冷ました方がいいよ。ほら多分さイライラせんと思うし、俺はスイマーの気持ちもちょっとは分かるんやないかなと思うし、怒ることがなくなると思うね。せやろ。でさ、ほんとね、これはアメリカではさ、カリフォルニアでは結構これがある。もちろんそのコーチはもう、なんか日本では絶対泳ぐなみたいなのがあるやん、試合会場ね。そんなただ俺からしたらね、苦しいルールなだけ。はい、じゃあ、俺がいた、北、カリフォルニアの USA スイミングは別にコーチが泳いでもよし。だって暑いんやけん、うん、本当に日中もう100F もうその前後でめちゃ暑い。湿気はないけどもう手もうサングラスもつけとかな、もう目も痛いし、うん、だけどね泳いでよし、日焼け止めなんかめっちゃ塗ってるし、みんな上半身裸でコーチングしてる人もいるし、まあそれがまあいい例と思う。それはみんなイライラせずにコーラ飲みながら指導してもいいしさ、どこで、指導しても、よし。で当然涼しいとこテントの下とかでコーチングするのが俺は普通と思う、うん、汗かいたら水の中に入る、水着の1枚は必ずみんな持ってきて、特に若いコーチなんかも、うん、そうだってそれをせんとさイライラしてアンガーマネジメントが多分怒りをコントロールできんくなる、うん、で結局もうそういう人ってさもうすぐユーススイミングの条例でもう逮捕で強烈な罰金、そして講師として戻っては、来れない。はたまた、日本もうちょっとなんか遅かったり、なんかもう分からん、ストロークが内側だったとか言ってる人なんか俺聞いたことあるけどさ、ほな見えんにさタイムだけでさその選手の良し悪しを判断したらいけんよ。それをしかも怒りながらとかもう高圧的にとかさ絶対ダメ。もう楽しくなくなるよね。楽しくなくなるイコールパフォーマンスが下がる、練習もしたらなくなる、すべてが、来る、うん、だけどね絶対に威嚇威圧でそれは、大人に対しても、しちゃいけんし、特に大人は子供の前で、大人が怒られるみたいなことはもう絶対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 しちゃいけないこと、うん、する人多いよね。俺も何人も見てきたし今でもたまに見るわ。理解できんし、そういう人はもう人間をさとか選手さもう犬とか動物としかって思ってないし、そんなことしか俺考えられんのと思うね。はい、策に、やっぱり、ね、ホスピタルゾーンとかはなんか作ってもいいんじゃないかな。もう特にクソ熱い会場はだってもう指導者 もう水飲まな死んでしまうし、これなんかもう本当にフラフラになってコーチングするよりなんか本当は水飲んでちゃんとちょっと座ったまんまちゃんと俺は見た方がもう子供のためにとっても絶対いい。だけどやっぱねちょっとその保護者を使うのは難しいかもしれんけど、本当そのコミュニティスペースじゃないけどそこに水を用意するとか、ちょっと本当ランチとか涼しいルームを用意するとか、なんかねちょっとこう対策してほしいね。対策
もう暑いと分かってる夏にずっと同じ会場でもう20年も30年も多分ね国体予選やってるんやけど、ちょっとね今回はなんかより俺なんか久々、本当俺県立総合で泳ぐの久々やったし、その試合を見るのがまあ久々やったけど、多分ね大学生はね俺グッジョブと思うっていうのも、多分さわざわざこう県外から帰ってきてコーチなしで戦ってるわけよね。もしかしたらさコーチが変にいたらなんか俺はもう変に考え込んで威圧されてタイムが出なかったかもしれんけど、多分ね鳴年の選手権めっちゃ大会しんでたけんやっぱ俺は本当あの想像力やったりその創作性やったりこのクリエイティビティやったりな、そういうのが実際やっぱ自分が外に出て何かいろいろ学んでコーチがいないとこでもレースができるっていう能力がやっぱ上がっとるからやれると思うね。でだって大学生別にその場で怒られることなんかないし、タイム遅くても別に反省して何か分かればきっとグッジョブなわけで、きっとそれをさ、まあ、LINE とかで遠くにいる県外にいるコーチに知らせるってさ、まあちょっと時間のステップがあって、まあいい、うん、もう俺グッジョブやったんじゃないかな。もう指導者の人もうほんとね、よく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 、考えて、子供をの未来、あとほんとねスポーツでも楽しくないとしゃあないんやけん、威圧だけは与えないで、ください。それと、まあ、若い指導者に対しても絶対に、昭和系コーチは、威圧しないでください。でもちろんやけど、若いコーチは、まあ、やっぱいろいろ学ばないけんし、その、まあ、ていうかでもさもうクソ暑いのはやっぱ我慢せんでほしいね。もう俺らももう倒れるし、もう多分ね誰か一人、俺はもうギリギリの人とかも何人かもおったと思うし、ああちょっとあの大会は危険な信号がいっぱい出てた試合やったし、きっとみんな我慢してたもん。っていうかね、まあほんとねニコニコしながら、ああやる、うん、指導者の人はニコニコしながらやる、もう機嫌で、子供の良し悪しを決めるのはやめて、ください。これいい例ちょっと今からちょっと少し話そうかな。じゃあね、時矢のコーチ、もうこれ本当に今回ちょっと心の底から、グッジョブやと思ったね。ねうちには、若いコーチが、3人います。はい、その3人はいつもニコニコしながら、特に試合会場ではコーチングをしています。はい、その、おかげで、トキアスイミング現在、JO、輩出大阪のこの夏の JO ね14人、俺これがねもう秘密なんじゃないかなと思う。あの暑くてもなんかめっちゃ腕とかもううちのコーチはしてない、うん、で当然もうタイムがまあ遅かれ、早かれ多分ね褒めるのめっちゃ上手、もう褒めるのね本当にね、上手だと思う。俺やっぱ今自分が子供に戻れるならあの本当常盤で、今の、若いコーチたちが出す情熱にすごい乗りたいと思うし、やっぱ俺自分の息子もそのやっぱコーチ陣にやっぱこう預けたいし、やっぱりねプンプン怒ってるとかもうすぐ怒るとかその暑いからもうなんかもう人小馬鹿にするとかそのアホやろとかもうむちゃくちゃなアドバイスするとかはダメ。かつあのイケイケやし、やっぱあとまあスタッフが若い、まあ、やっぱりあの若い
若いおじさんは本当若い人を育てないけんし、そのエキスを吸い取って自分が活躍なんかもあんまりしないでほしいね。どんどん次に本当渡す、技術の共有、コーチングの共有、こうしなさいとかいう教え方はもう決して今の若い子はそんなんでもう振り向かんし、若い子は若いの教えるのに俺は特化してると思うし、おなんかね、俺本当自分のチームを自慢するようじゃないけど、怒らない指導者、怒ってはいけない、大会は特に怒ってはいけないし、多分やっぱ褒めるとか、そのとにかくまあ威嚇しない、うん、まあ時には怒るのもすごい大事かもしれんけど、はい、俺はね本当アンガーマネジメントっていうのは特に、年を取ってくるとできにくくなると思うし、こんだけ俺マスコナオミさんがやってる、怒らない説で、マスコさんなんかもきっとオリンピアンでバレエなんかもめちゃめちゃ厳しくて、それを経験した上でその大会運営だったり協会を立ち上げたりして、こんだけ成功してこんだけ、しかもさ、なんかよく福岡とか熊本とかでイベントしてるらしい、でそれがなんか当たってるらしい、多分なんかもう兵庫県とか大阪とかでやったらまた面白いなと思うけど、と俺はもう水泳の、この業界とかこの、連盟やったり変わらないこと、変えなければいけないこと、みんな我慢してることを、あ、本当にこの業界良くなるためにちょっと声を上げ続けたいし発信していきたいと思います。試合会場とかさ、怒られても嫌やろ、怒りたくもないし、でもさ言っちゃうよね、コーチって。ほんとそれ日本以外では逮捕もんですからね、罰金の。以上、ありがとうございます。バイバイ。